県の9月補正予算案の知事裁定が始まり、谷本知事は静岡県で発生した土石流で被害拡大の原因とされた危険な盛戸土が県内にもないか点検するよう指示しました知事裁定は土木部から始まり城ヶ崎雅人部長は今月、宝達清水町では3日間で観測史上最大の雨量を観測したものの川の氾濫がなかったことを報告しました。 この理由として、事前に川底に溜まっていた土砂を除去していたためで、工事をしていなければ川は氾濫していたと分析しました。谷本知事は、今回の大雨で新たに溜まった土砂がないか確認してほしいと注文しました。また、静岡県熱海市の土石流で被害が拡大した原因とみられる森土についても、危険なところがないか点検するよう指示しました。 幸い、石川県は大きな被害はございませんでしたけれども、もう一度その辺を検証した上でです、ね、何か対応が必要なのか、そういったことはこれからまた、小さい手の中で,です、ね、議論していかなきゃいかんという予算案は来月8日に開会する県議会に提出されます。